皆さんこんにちは。メルディアグループ三栄建築設計の菊谷です。本日は横浜市の新築分譲現場にやってまいりました。本日は、これからルームツアーやっていこうと思いますが、いつもとは雰囲気を変えまして、面白おかしくやっていきたいと思います。それでは本日スペシャルゲストをお呼びしております。こちらの方々です。世間知らずさんです。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。菊谷さんめちゃくちゃ喋り上手じゃない、ね、いやいやいや本当に恥ずかしい限り。びっくりしちゃった。目がもう目がビー玉みたいになってました今。はい、パッチリ、はい、パッチリバッチリしてたっていう。ありがとうございます。いや、はい、本日よろしくお願いします。すいません、お願いします。ありがたいです。こうやって来させていただいて。一見に行くような衣装じゃないですか。すいませんね。大丈夫です。ちょっと場違いな。いやいや、とんでもない。僕らもこういうかっちりとしたね、こういうので来ればよかったなって思いました。いや嬉しいですね、こうやって呼んでいただいて。いや、とんでもないです。それではですね、本日はですね、世間知らずのお二人とですね、はい、ルームツアーを行っていきたいと思います。はい、はい、では、簡単にルール説明を行わせていただきます。ルール説明、はい、いつものルームツアー、ご覧になったかどうかわからないですが、まあ、それとは少し趣を変えさせていただきまして、はい、途中でホラガイが鳴ります。ホラガイが鳴る、はい、ホラガイが鳴ります、はい、淡々と言ってますけど、はい、理解が追いつかない。あ、すみません、はい、淡々と言ってくださいますけど、はい、そんなことあるんですか。あります。今まではないです、ね、今まではないですね。新しい試み。今回は面白おかしくって最初におっしゃってたんで、だいぶ舵を切りましたね。切りましたよ。大丈夫、やっぱチャレンジしないと新しいもの生まれませんので。かっこいいですね、やっぱり。嬉しいです、はい、ですのでホラガイになりますので、はい、まあ、その場で皆さんの芸人さんですので、うん、まあ、即興でコントやっていただきます。芸人さんですので即興でコントをやっていただきます。急にそのスパルタ感出さないで。チームですよね、今日。チームですよね。そうですよね。すごい今壁感じましたよ、ね、急にポーンってなって感じましたけど今。まあやっていただくんで、まあ、僕素人なんでやっぱプロの方に、はい、まあ、面白いものやっていただきたいなと思いまして、はい、で、まあ、お時間90秒取らせていただきますので、はい、その間に、まあ、あのメルディアの物件のいいところだったり、うん、まあ、あのご紹介したいよっていうようなところ、お伝えしたいようなところを交えたあのコントを行っていただければと思います。なるほど、はい、めちゃくちゃいいじゃん、はい、ではですね、全体3カ所3回、行っていただきまして、その中で、私たちが独断と偏見であの最後に、まあ、どちらが勝ったかっていう判断をさせていただきます。はい、もう完全に私の独断と偏見。そうなんですね。なので私にあの媚び言った方がいいかもしれない。まあそれはっきり言わないですよ。そうですね。僕らで感じ取るんで、そっち側で感じ取るんで。はっきり言うタイプの人でした。わかりやすくズバッとね。ね、わかりやすく。意外とね、あの上に行けるから。そうだね。出世しますよね、こういう人がね。菊田さんお笑い好きなんですか。私はほとんど見たいんですよ。じゃあ笑わないじゃん絶対今日。難敵すぎるんだけど。なんかやらされてる感がすごいですね。いや、とんでもないです。もう楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと頑張りましょう。で、最後にあのせっかく勝負しますんで、うん、あの負けた方に罰ゲームを行っていただきますので、エンディングで行っていただきますので、はい、楽しみにしててください。わかりました。勝った方も何かあるんですか。勝った方ももちろんあります。はい、期待していいんですか。期待しておいてください。嬉しい。メディアさんですから、はい、ねえ、はい、紹介したいね、うん、はい、では、早速でしたが参りましょうか。よろしくお願いします、はい、お願いします。それでは早速ですが1階からご案内させていただきます。お願いします。どうぞお入りください。やったー。行きましょうか。お邪魔します。はい、どうぞ。お邪魔します、あー、すごい。玄関ですね、これ。どうですか、この玄関。すごい綺麗な玄関。まずご覧いただきますと、こちら玄関入ってすぐにこの大容量の収納ございます。すごい、こんな収納あります。え、これ全部下駄箱ってことですか。これ全部下駄箱で、靴入れていただけるような形。広、こっちまでありますよ、だって。すごっ。ですので、これだけあれば、多分靴だと、お洋服とか靴とかいろいろ。でも私たちはね、一足ずつで回しますからね。だいぶ余るっすけどね、うちらだけだったら。これ嬉しい、まあ、たくさんあるので、本当まあ、お友達がたくさんいらした際だったりとか、まあ、上も上で使えるってこと。上も使えます。まあ、こちら、外れますので、まあ、長物を入れていただきたいとか、ブーツとかそういったものも収納できるようなものを玄関にご用意しております。めちゃめちゃいい。だから摩天楼のアントニーさんとかさ、とんでもなくスニーカー持ってるからさ、スニーカー好きな人はね、こういうところに収納できるしね。嬉しいよね。保管もできるから、うん、はい、こういったものを当初の物件でご用意させていただいております。めちゃめちゃ嬉しい。これはいいね。すごい。玄関から楽しいじゃない。はい、それでは早速ですね、中の方ご案内いたしますので、はい、お上がりください。失礼します。あー、邪魔します。すごい。何これ。何、広。めちゃめちゃ広いじゃん。はい、でこちらの玄関、お入りいただきまして、はい、でそのまますぐですね、リビングに入るような形で、うん、設計しております。はい、でこちらご覧いただきます通り、階段がリビングの中にございますので、で昔よくありませんでした、
子供が家に帰ってきても、もうそのまま階段で2階に行ってしまうので、合わせずにっていうような、そういった悲しいじゃないですか。うん、悲しいです。父親としては、はい、両親としては。で、こちらだったらリビングの中に階段ございますので、まあ家でもまあここを通るということで、うん、まあ顔を合わすことができるっていうような、そういった形で設計させていただいて。そこまで考えられてるんですね。はい、アメリー層にぴったし。そうですね。はい。めちゃめちゃ広い。普段はなんかここ社交ダンスとかやられてるんですか、この広さってことは。まあ、ね、ご自由に。そうですね、ご自由に。すごい広いじゃん、ここ。していただければ。めっちゃすごい。まあ、それで社交ダンスで疲れたら、まあ、キッチンございますので。聞いてました、言うこと彼女が。社交ダンスで疲れたら、こっちに行きました、バス。こっちに行けていただいて。どうぞ、キッチンもご覧になってください。すごい。え、めっちゃ広い、キッチン。西田さん、料理をする。私、料理とかお菓子作り好きなんですよ。はい。これめちゃめちゃ広いよ。あ、ここに決めてよかったよね、本当に。そうだろう、サオリ。見て、ん、面白くないこの入れ方。あんまり独特な入れ方してるな、フルーツ独特な入れ方。それにしてもキッチンも広くていいだろう。ちょっとこっち見てよ。こっちには何だよ、ほらサオリ見なさいよ、この私ね、うん、ここの畳で、うん、柔道教室開こうと思うの。ダメだよ、サオリ。すごくいいでしょ。いやいや、そういうところじゃないからな。あそこのキッチンも広いしさ、うん、いっぱいご飯作れるし、ここでやってみようと思うの。いや、一応二人で買った家だからさ、この家は。ここに畳になってんの、ここ。おしゃれな畳でしょ。そうだけどさ、ほら。サオリ、ちょっと、サオリ。あ、ちょっと出ちゃってる。ごめん。サオリ、そういう畳は畳だけど、別に柔道教室をやりたいから畳にしたわけじゃないんだよ。でもここで柔道教室やりたいの、この受け身もすごく取りやすいから、ここ。生徒は何？80人は入れたい。畳足りなくないんだ、そしたら。足りる。絶対に。全然足りるから。サオリ。こんなにおしゃれな畳見たことある、だって。いやいや、せっかくだから。この色の畳見たことある、だって。だからそういう畳じゃないんだよ。あんま見たことなくない、この。これ色違うんだよ、こことこことここで。そこじゃないんだよ、サオリ。気にしてほしいのは。すごいおしゃれじゃん。キッチンとかさ、うん、これで料理をやりたいじゃないか、サオリ。こんな広々としたキッチン。確かにね、このキッチンもいいんだよね、結局ね。あれ、もう生徒の方がいるのか。あ、こんにちは。あ、こんにちは。生徒の方。柔道の？はい、第1号でよろしくお願いします。君もよく来たね、この教室に。あ、そうかい。そうなの。物好きなんで、おしゃれすぎてここがいいって言って。ここで柔道を習いたいってことでいいのかな？はい、終了です。こんなところで止める。きっちりじゃん。菊谷さん、よく対応できましたね。はい、いや、ない、その心臓バクバクです。はい、1号で。菊谷さん、早かったよ。さすが芸人さんですね、ほんと。私じゃあもうあんなに色のポンポンポン出てこないです。全然でもスカートめくれちゃった。早くね、早く流せないとこになると思います。でも確かに柔道教室で開けるぐらい畳もあってね、広々。あんなおしゃれな畳見たことある？確か私だって緑の畳しか見たことないよ。あ、思い出がった。これ時代ですから。おしゃれだよ、マジで。で、あとキッチンだよ、そうだ、中だったけど。キッチンをさ、紹介したかったんだよ。すごいですね。え、しかも3口コンロだ。3口コンロでね。はい。めっちゃ嬉しい。標準仕様ですね。標準仕様なんですか、これね。私がまだね、ごめんなさい。ゼロ口コンロでやってるもんね。今ゼロ口コンロでやらせてもらってて、壁が、あの、うちの壁がね、あのサランラップぐらい薄いんですよ、本当に。もう丸木声なんでね。めちゃくちゃいい。いいでしょ。まあでも憧れじゃないですか、こういったキッチンに立って。まあ対面式ですよ、ね、対面式のキッチンなんで。まあ、あの、おそらくこちらにあの食卓が並んで、お料理作りながら、まあ、お子様だったり、そちらでご飯食べたりとか。最高。こちらのライティングレールっていうふうに言いまして、で、あそこが全部あのコンセントみたいなイメージですね。で、そこの電気を、そうです、電気が通ってます。あ、そういうこと。そこにクイッとはめてあげれば、あのスポットライトみたいな照明をあの取り付けることができます。あとさ、あそこにさ、窓あるのめっちゃ良くない？大きい窓がね、そう、換気もできるってことですね。めっちゃ良くない？そうです、あの、やっぱ高いところにある窓っていうものは、さっきあのおっしゃっていただいたように、あの、換気としての風の通り道になりやすいっていうようなところがございますので。で、あと、あの、光ですね、採光を取るためにはやはり高いところにあった方が部屋の中に光が広がりやすい。なるほどね。そういったような設計をさせていただいております。めっちゃおしゃれ。このキッチン最高すぎる。でしょ、こういう広いキッチン何作れるよ、あんただったら。私、きなこ棒だね、私だったらここで。だってこんだけ広かったら、どんなにきなこを遊ばせても落ちないんだから。もう、もうちょいイタリアンとかさ、こういうかかったのね。ここの広さ最高じゃない。確かに。あともう洗い場、ここもこんなに広かったら最高や。ちょうどいい高さですね、また。はい、高さも最高ですよ。まあ、収納ペースもすごいあります、ね、広い、はい、ね、マジでいいんだけど。しかも何がすごいって、キッチンここにあるじゃん。キッチンとここまでの幅めっちゃ広くない？だから、ここに食器棚、食器棚ですね。冷蔵庫だったり、冷蔵庫とか置いても全然スペースあるよ。いや、
大体ここぐらいまでですね、初期なの来てもめちゃくちゃいいっすよね。はい、スペースは確保して超広いよ。だからさ、子供とかと一緒にさ、ご飯作ったりとか ね、 いいですよね。クッキー作ったりとか、ね、こんだけ広かったらできる ね、 楽しみですよね。あともう一回畳の部屋よ。そう、畳行きましょう。見ましょう。キッチンもさることながら、見てこの色違いの畳。おしゃれ畳ですね。結構多いですよね、今こういうのは。はい、おしゃれ畳で。あなたそんな知らないよ緑しか見たことないんだから。おしゃれだね。なんかこう縁のない半畳畳っていう風に言うんですけど、やっぱりこれをあの敷く向きをこう互い違いにすることによって、本当だ違う、はい、でこれあの色同じなんですよ。え、色同じなんですか。同じなんですけど、あの敷き方を変えるだけで、まあ、光の当たり方によってあの違う色のように見えるっていう。全然色違く見える、はい、そういったものになります。だから一種のトリックアートですね、これは。そうですね、目の錯覚ですね、うん、はい、軽井沢ですね、もうじゃあここはもうあったけど、高尾山にもあるけどね。そう、夏にもあるんですよ、もう窓も大きくていいですね。これはいいわ。あの光の入り方が全部いいもん。いいですね。でやっぱりあのリビングの横にこういった畳のスペースがあるっていうことによって、はい、うん、まあ、本当ちっちゃなお子様、うん、あのやっと寝返りがうつかないぐらいのお子様を、まあ、こちらで寝かしておくことができますので。確かに安心。でこちら扉がですね、こちら両開きになってますので、なんならこちらでお子様寝かしていただければ、あのキッチンにいるお母様も、まあ、お子様の様子をしっかりとあの把握することができる。あらちょっと寝てみなさいよ。カメラこっちいいですか、こっちからこう開けてあげるから、こっちから、この光景が見える。よし、サオリー、ご飯できたぞ浅い大丈夫ですか、この絵は生意気な子供に育っちゃった浅いっていうのもできるってことですね。っていうのもできるってことです、うん、パエリア、はい、パエリアがいい。生意気な子供本当の子供はもっと可愛いんで、そう、こんなにいっぱいお家だったらね大丈夫、グレないからここで済んだら、まあそういったこともお楽しみいただけるかなっていうところで、めちゃくちゃいいです。皆さん、あのこちらの物件の一番の売りがあるんですけれども、はい、皆さん気づいてないですか。何ですか。どうぞこちらご覧ください。え、上です。わー、素晴らしい。素敵じゃないですか。やばすごいね、吹き抜けってやつですね。吹き抜けです。でさらに吹き抜けの上があの勾配天井という形で、はい、うん、通常の天井はまっすぐ平らなイメージだと思うんですが、はいはいはい、こちらの屋根の形状に合わせて斜めに、設計しております。こうなってますもんね、はい、ですのであの空間があの広がるっていうようなところもございますし、何よりおしゃれっていうようなところ。確かにめちゃくちゃおしゃれ、はい、何でしたっけ、あの回るやつ。あれはシーリングファンです。シーリングファン、はい、初めて言ったかも、シーリングファンなんてコンビ名みたいなね、芸人のシーリングファンおしゃれなカフェとかさ、レストランでしか見たことないけど、お家にあるんだよこれが。やっぱさ、吹き抜けってさ、こんなに家なんかめちゃくちゃ広く感じますね。そうですね、本当に、まあ、天井高いとやっぱいいっすよ、ね、いいです、本当いいですよ。超広いよ。で、ああいったシーリングファンもただおしゃれっていうだけではなくて、うん、吹き抜けがあるとどうしても暖かい空気が上に行ってしまうっていうようなことがありますので、はあ、なるほど、はい、冬場の暖房効率を上げるためにも、まあ、こういった吹き抜け空間にはシーリングファンをつけられるような、そういった環境を準備しております。そうなんですね、温度管理もできるってことですね、はい、あれ一個で、はい、でもいいよね、ここでさ、こうご飯食べてる時とかもさ、上からも見れるっていうかさ、そうだね、みんなで会話もできる、上にいても。これめちゃくちゃ理想なんだよね。私絶対家買うならこういう家がいい。そうね、うん、だからさっき言ったように家族で絶対顔合わせる環境が、はい、うん、そうですね、これで。もうなんならここだったらね、お部屋にお子様がいる場合でも、ご飯だよっていうふうに大きな声出すだけで、あ、確かに、まあ、家中どこでもあの声が届くっていうようなところがありますので、うん、あれでしか見たことないよ、こういう屋根、あのちっちゃいさ、人形で遊ぶやつ、なんだっけ、シルバニアファミリー、シルバニアファミリー以来の天井、うん、確かにシルバニアファミリー以来だね、この以来だよ、この天井はさ、すごいね、いいじゃない、おしゃれですよね、ずっといいな、ずっといたい。なんかどう使うか迷っちゃうよねなんか吉本もここに劇場建てればいいのにね。いや、意味が、ここにさ、こん中にめちゃくちゃ良くない？それはそれで違うの、最高っすよ2階席からもね、見れますからね、見れますからね。なんでちょっと乗り切れた売れるかなと思ったんで、めちゃいいよ、ここ最高じゃん。じゃあ、あのお2階の方もよろしければあのぜひご案内いたします。行ってみたい、楽しみ、楽しみがいっぱいあるね、この宇宙は。ホラー街もね、ようやく落ち着いたからよかった。よかった、落ち着いた。はい、階段気をつけてください。はい、緩やかな階段ね、いいね優しいですよ、ね、じゃあ続いてはあの主寝室ご案内させていただきます。ほう、こちらのこのお家で一番大きな個室になっております。ほう、広っ。どうですか、また広い、めっちゃ広い。でまた壁にはこう、まあ、一面とまではいかないですけど、はい、まあ、半分以上はあのこういった収納スペースご用意しております。こんなに広い上に収納スペースまで、はい、あ、これは助かるね、めちゃくちゃいいじゃん。
まあ、こちらのお洋服っていうようなイメージではなくて、まあ、あのちょっとした小物だったりとか、まあ、あのまあそういったものを飾っていただけたらなと思います。帽子とかもね。そうです、帽子とかも置けます。でこちらですね、あのちょっと分かりづらいんですけど、はい、棚板ずれます。お棚板ずれまして、この受けをあの外していただいて、お好きな場所につけていただければ、はい、まあ、お好きな高さであのご使用いただくことが可能でございます。ですので、まあ、これだけあれば、まあまあ、大体のものはしまえるかな。ほぼ全部しまえますね、ここに。彼女結構服をね、はい、服大量とか、服とかも帽子とかも、小物も全部置けますね、ここに。またいいですね、小物だったり帽子はこちらに置いていただいて、で隣のこちら、何だと思いますか。え、何だろう、秘密の扉とかですか。まあそうです、秘密の扉、はい、外につながるとか。いるのから秘密の扉ですよ、どうぞ開けてみてください。え、いいんですか、はい、開けましょうか。あー、また広い。これはオークインク、これも憧れのオークインククローゼット。いやー、地域くんいらっしゃい。え、沙織ちゃん、ここは私の家なの。これお家。うん、これでロフト付き。これロフトなの。ロフトだよ、ここロフト。そうなの。いや、多分これ違うんじゃない、使い方。あのね、うん、私ここでね、うん、スナック開こうと思ってんの。ちょっと無理じゃない。え、こっち側のスペース使った方がいいんじゃない。そっち庭にするの。これ庭、うん、しこうやって俺のスナックのお客として来ればいいの。そうよ、うん。ママ、今日も来たよ。いらっしゃい。結構やさぐれてんだ、この子。いらっしゃい、勝手に座っちゃってよ。え、勝手に座っちゃって。干してるというか、お洋服は気にしないときは、もうのれんがあるよ、こんなの。もういいからや。気にしないで座っちゃう。上からボトル取っちゃって、もう勝手に。一本おいくらなんですか。一本2000円でいいよ。高高いの、それ。相場わかんないけど。額のなさ出たけど。え、ちなみにママ一人でここ。うん、そうそうそう。もともとはね、CA やってたんだけど。 CA から。うん、お名前は。ひとみです。ひとみさん。うん、へえ、いいよね、ここ。なんかおすすめのドリンクとかありますか。あー、アクエリアスのポカリバリ。スポーツ飲料ですよ。すいません、わかんないけど。 お酒飲みたい。わかんないんだけどね。わかります、僕は。わかる。はい、お酒飲みたいんですけど。あー、じゃあ勝手に飲んじゃっていいよ、入れちゃって。あ、そうですか、うん、また来させてもらいます。また来て、また来て、また来て。はい、終了です。あ、終了です。ちょっとひとみさん、最高っす、面白いっす。何やってんの、ひとみさん。合ってた。何よ、スナックになった。いや、だってこんだけここ広かったら、もう部屋でいいぐらいだよ。まあまあまあね、すごいよ。あと、これロフトじゃないから。ロフトじゃないの、これ。違う、これは違いますね、上は。じゃあ、まあこれ、まあロフトみたいなものなんですが。違いますよね、否定しないと、ちゃんと。まあこれ、あの枕棚っていうふうに言いまして、まあ、あのその上に荷物を置いていただけるような、そういったものになります。なるほど、はい、ここにね、全然布団置いて寝れるもんね。まあ、こちらだったら、若手芸人だったら全然ここで。そうだけど、ちょ、こんなに広いウォークインクレーゼットある。だって今用意してもらった服をかけてるけど。そうなんですよ、全然余ってるじゃんか。すごいよ、これだったら全部、だってコートとかも全部いけるもん。ね、冬物も夏物も。これ、それぐらいあれば全部収まりそうです。全部収まります。収まります。ここの1個で収まりますね、私は。いや、あんま持ってないじゃん。めちゃくちゃいいな。まあと、まあ、あのこちらの今明かりついてますけど、はい、まあ、こんだけ広いので、まあ、あの照明もご用意させていただいてますので、うん、まあ、あのちょっとクローゼットってやっぱりあの薄暗いで、あのお洋服探しづらいなっていうようなところもあると思うんですけど、うん、まあ、あの電気つけていただければ、まあ、明るい中であの、うん、お洋服探していただけるっていう、そういったあの工夫をしております。ウォークインクローゼットに電気ついてるの初めて見たかもしれない。ウォークインクローゼットには結構ありますよね、電気ついてる。まあ大きさにもよりますが、あのこれぐらいの大きさだったら、まあ、大体ついてる。話邪魔してブラキーパッド出した。いやいや、オークインクローゼット。でも、だってクローゼットって言ったら暗いイメージだけど、ね、いや、すごいじゃん、これ。本当に分かりやすいよ。この服どれだっけなとかって分かるしさ。ピボイ、新しいですね。すごいな、2面があるってのがいいね。ね、いいですよね。まあ、これだけ広い収納があれば、まあしっかりと片付けもできますし、はい、何かあの隠したいなってバッとしまいますので。確かに確かに、はい、そういった面でもいいかなと思います。そうですね、急な来客の時とかバッと隠せるもんね。隠さなくていい。あ、荷物の下にあるものとか。そう、バッと隠せるじゃん。隠したいものとかあります、菊田さん。私は秘密はない方なので。あ、本当ですか。隠さないか。何かあるんですか。そうやって言うってことは何かあるんですか。あるんですか。悪いことはしてないけど、うん、じゃあ次行きましょう。はい、お願いします。わー、こちら明るいですよね、こちらの部屋。めちゃめちゃいいお部屋、明るい。こちらは、こちらは主におそらく子供部屋になるかなっていう想定のお部屋になります。で、一番日当たりがいいお部
部屋ですので、もちろんのベランダご用意してますの で、はい、でこちらでお洗濯物を干していただいたりとか、まあ、いろいろできると思います。結構広めに作ってますので、まあ、たくさんお洗濯物ある場合も、まあ、たくさんもう干せるかなっていう、そういったようなベランダになってます。めちゃめちゃ広いですね。広いですよね。めっちゃ広いわ。あ、いい、最高。日当たりがいいですね。いいですよね。確かに布団干しにはちょうどいい ね、 いいね、はい、日当たりがよくて、こちらの手すりも布団とか干しやすいようなちょっと細身のものになってますので。本当だ、はい、お布団も干しやすいなっていうところですね。広いの最高だな、はい、ここだけですよね。ベランダは今見えてるところだけ。ベランダはですね、こちらだけかなというふうに思われるかと思いますが、ちょっと右見ていただけるとなんか曲がれそうな雰囲気ないですか。クリアマジック、はい、なんか曲がれそう、曲がれそうな雰囲気ありますよね。じゃないの、ちょっと行ってみましょうか。行ってみたい。すごいね。まあ、こちら L 字な形にベランダ作ってますので、でこちらには物干し金物といって、洗濯物を干すための道具の、取り付けてませんけれども、ベッドですね、プラスで取り付けることもできますの で、そちらだけでお洗濯物を干す、まあ、スペースが足らないよっていう場合はこちらも使うことができるっていう、そういった形でございます。だから子供がさ、登校とかするときにさ、こっからこっちまで来て手触れるってことで、あ、確かにね、お部屋がね、朝ね、こうやっていいですよね。見えるね、朝の光景がいい、ね、こんなに広いのなかなかないよね。いいですよね。曲がれるって、でこれL 字で曲がれるっていうようなところのポイントがもう一つあるんですけど、はい、こちら子供部屋の想定っていうふうにお話したじゃないですか、はい、なんか昔なかったですか、自分が寝てる時に、例えば夏休みとか、うん、そういった時に眠いのに、例えばお母さんが洗濯物干しに部屋に来ると、はい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 、結構子供としては嫌じゃないですか。で今回こちらは L 字で曲がるっていうような先に見てください、ドアあります。ドアあるわ。ひとまりじゃないですね。すごい。ですので、こちらからまあ廊下なんですけど、まあ、廊下に出ることもできますので、廊下からこちらに入っていただいて、子供部屋を経営することなくお洗濯物を干すっていうこともできる、そうだ、そのような設計をさせていただいてます。わざわざ子供部屋入らなくてもこっちからね、もう洗濯物ができると、ね、素晴らしい設計ですね。これはすごい。いいですよね。子供にも親にも、まあ、双方にいい設計ですね。すごい。これだったらいくらでもね、寝かしててもいいですね。ね、夏休みはもう寝てなって言えるね。これはいいよ。素晴らしい。日当たりがめちゃくちゃいいですね。いいですね。本当に日当たりいいね。また覗ける、下身長的に全然私でもいけるよ、ほらだいぶ背伸びしてるけどいけない人はこうすればいいだけだし、そこの隙間から、ね、そうそう見ていただければね、いいかなと。めっちゃいいな、安全だしね、ちゃんと、はい、そういったところです、はい、本当はね、ですね。じゃあ廊下出てみましょうか。はい、はい、ではどうですか、こちらの空間出た場所の。めちゃくちゃいいですね。さっきのね、ね、さっき言ってたところもあって、はい、そして何よりもさ、この動線上にさ、うん、ありますね、なんかこれ気になるのがありますよね。気づきましたか。これ気づいちゃいます、はい、こちらいいですよね。こちらただの廊下ではございません。でやっぱり日当たりのいい場所になりますので、まあ、このような形のカウンターをご用意してます。で、まあ、お使い方は、まあ、ご自由ではあるんですけれども、我々の想定としましては、例えば、まあ、そこにジャポニカ学習帳ありますけど、はい、まあ、お子様がこちらで宿題やったりとか、お勉強していただいたりとか、うん、まあ、そういった使い方もできるでしょうし、であとそちらにコンセントと、あとこの LAN ケーブル等を配線することができるような出口ございますので、はい、まあ、今テレワーク流行りじゃないですか、うん、まあ、こちらでお仕事しながらできるかなっていうのが最高ですね。確かに。ゆうくん、急に呼び出してごめんね。いや、別に平気だよ。実は今日ゆうくんに紹介したい人がいるの。え？紹介？ちょっと待ってて。どういうこと？ちょっと失礼して。え？どこ行くの、沙織ちゃん？沙織ちゃん！お待たせ！人みたい。スナックの沙織、スナック来たでしょ、さっき。あ、スナックの人みたい。そう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 。いやいや、僕は…さっきスナック来た人だ。いや、もうちょっと僕は…嬉しいね。あなたは会いたくなかったんです。どうしたの、急に呼び出して。いや、何？多分、相手違う。もう一人呼んできてもらっていい？もう一人？多分、ひとみさん…間違えちゃった。ごめん。すいません。ごめん。沙織ちゃん出してほしいんです。どこ行ったんだろう、沙織ちゃん。こんな広い廊下で…お待たせいたしました。どなたですか。まるみです。まるみ、はい、何のまるみさんですか。ハムのまるみ、はい、ハムの製造会社を務めております。あ、すいません、はい、何のご用ですか。いや、僕はハムの製造ですか。ハムの製造はしません。はい、僕はハムの製造しに来たわけじゃないです。何ですか、急に呼び出して。いや、こんなと吹き抜けのいいところで。沙織ちゃんに会いたくて。沙織ちゃんとそこで、なんか本とか読もうかなと思ってて。あ、なるほど。なんで沙織ちゃん。沙織ちゃん最後に言うてきます。すいません、菊谷さんもそこに立たしちゃって。最後が見れない。沙織です。沙織です。お前、菊谷
ハムの製造とかやってる時オチ言う前に終わっちゃったもん。オチ誰だそうとしてた。オチここでめっちゃ大きい声で告白して、いや声量バグってるよっていうボケやった。だいぶ用意してたんだ、うん、声量バグってるよこの距離感でっていうのやろうとしてたんだけど、ハムの下り削っといてよかったね。ハムいらなかったね。お前が振った、こいつが振ったの悪いんですよ。菊谷さんもいらないなって顔してたもん、うん、そう、うん、ハムいらないなって。いやハムやりたくなかったね。なんかお前が振ったからさ。声量バグってんのやりたかったから、ね、そこ行っちゃダメですよ。でもここはね、不思議とマジックにかかる。もう何でも楽しくなっちゃう、ね、そう、ここが、ね、そう、やっぱ空間がいいから、やっぱり言いたくないことも言っちゃいますよね。菊谷さんも否定するとこは否定してくれないんで、全部そうとか言ってくれますけど、なっちゃうんですか。むっちゃ楽しいから。そうなっちゃうんですね。やっぱりまあ、いい気持ちいい空間だから、やっぱ自然とやっぱ気持ちも高揚しますし、まあ我々はそういったような空間を作りたいっていうような、その思いでこういった空間を作ってますので。テンション上がっちゃう。はい、ここなんか歌とかみんなで歌いたくなっちゃう。ここ真下にお客さん連れてきてね。そうそうそう。最高だね。いいです。やっぱりこういった吹き抜けがあると、まあ、吹き抜けの周りに廊下を配置するってそんなにしないんですよ。確かに。まあ、やっぱ吹き抜けの周りの廊下って、はい、どうしてもまあ、居室というまあ、居住空間のスペースではないので、はいはいはい、まあ、贅沢な空間なんですね、廊下というものが。で、吹き抜けを、まあ、今回こういった手すりにしてますので、はい、まあ、開放性があるような、まあ、すごい見た感じで本当狭さを感じないような廊下で吹き抜け作ってますので、この手すりがあることによってこの吹き抜け空間の効果ですね、それをもう最大化させるような、そういったような設計でございます。しかも危なくないし最高だね、はい、家をどんだけさ広く感じ取れるかが大事じゃん、自分の家って。確かに確かに。これだと本当全部ちゃんと広いしさ、上にも広いし、ね、全部計算されてるよね、いいように。いやマジックにまんまと我々はハマりましたか。ハマりました。楽しいよね。最高。僕も部屋だし、もう一個お部屋もあるし、もう一つお部屋ございます。で、あった、広かった、はい、勝手に入ったんだけど。あ、そう。何できそう、あそこで。あそこで全然なんか、それこそ社交ダンスとかもあそこで好きだ。多分ね、これ社交ダンスできるようになってるよ、全部。そういう作りじゃないですか。すごい。で、子供ともこうやってね、上から会話もできるし、できますよね。本当素敵な空間を作れたかなというふうに思ってます。何々撮ってとかって、ここは製品もか何かでやるから確かにここ上がってきてね。そんな原始的なやり方ですごい。これは住みたい家だよね。ありがとうございます。夢だよね。はい、はい、ということでルームツアー終わりました。ありがとうございました。いかがでしたか。いや、めちゃくちゃ初めて私こういうルームツアーみたいなのやってみたんですけど、本当に家買いたくなっちゃう。ねすごい良かったです。全てが計算されてて、本当に喜ぶようにね。ありがとうございます。日常で使うにはやっぱこういう方がいいっていうのが全部詰め込まれてて素晴らしかったです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。僕はまだ子供はいないんですけど、はい、3人の子持ちの気分に味わえました。慣れますね。長男はここに住まわせてとか、うん、で夫婦のベッドはとか勝手に考えちゃいました。本当にそれぐらい、ね、上手だったから。ありがとうございます。本当に良かったんですよ、内見。もうここの見せていただくのルームツアーが、うん、本当にコントがいらなかったですね。そんなこと言うなお前、自信満々でやったんだよ。いらなかったですね。いるだろお前。いりますか。じゃあ呼ばれてよ。コントもやらない。知らねえ。いいですね。そんな暇じゃないですか皆さん。良かったです。ありがとうございます。こちらだけどね。ではですね、皆さんちょっと忘れてることありませんか。大丈夫ですか。何ですか。なんかケータリングのお弁当とかですか。あ、それは後ほどご用意してますので。あ、ちょっとあれ、まあ、今回せっかくコントをしていただいて、 その中で、まあ、私が独断と偏見で、まあ、勝ち負けをつけさせていただこうか、そうですよね、というお話を最初にさせていただいたと思うんですけれども、はい、まあ、私決めました。もう悩みに悩み抜いた上で、はい、まあ、私の独断と偏見ではありますけど、まあ、こちらにいらっしゃる方々皆さんの総意として私は決めました。はい、僕結構真剣にやりましたね。まあ、お二人も本当にコースつけがたい出来ではございましたが、はい、ではですね、今回の、こちらのコントの、まあ、バトルというと大げさですけど、はい、につきまして、まあ、罰ゲームを受けていただく方、罰ゲーム発表します。はい、はい、ドロ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 、聞くやつ、セルフで、セルフのドロ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 。びっくりしちゃった。びっくりしちゃった。今までモラガイとかさ、ちゃんと音あったのに急にセルフのドロドロドロ。聞くやつ、そんなことまで急に安っぽくなっちゃったんでびっくりしちゃって。気を取り直して。あ、気を取り直して。びっくりさせないでくださいよ。真面目なんでこっちは。はい。僕らも真面目ですよ。で、僕らふざけてると思う。駐車場でしたよ。まあ、ちょっとやりましょう。はい。ではですね、今回罰ゲームをお受けいただくのは、しげきさんです。あー、おねー。やっぱ良かったんですけど、はい、なんかね、やっぱり、西田さんの方が良かった。うん、なんかね、うん、ツッコミに呈しちゃってたのが良くないよね。だからアピールしたいから広いで、こうやってなんかスナックのママとかハム工場とか関係ないこと言ってましたよ、これ。でもその方が伝わり
ましたもんね、魅力が。俺負けですか？まあこう、まあ、ギリギリ、ギリギリギリでしたけどね。罰ゲームなんだろう。で、まあ飼育さんへの罰ゲームでございますが、はい、まあ大したことないです。お、よかったじゃん。はい、もう通常で罰ゲームっていうよりには、まあ今後神奈川県に来ないでください。きつすぎませんか？きつすぎますって。神奈川出禁です。神奈川出禁が罰ゲームですか？はい、罰ゲームです。え、もう何とか市出禁とかじゃなくて、知らないですね。いやいやいや、そもそも何とか市とかじゃなくて、こういうゲームで出禁っていうの聞いたことない。罰ゲーム。確かに。あと僕はあの今相模原に住んでるんですよ。神奈川の。それ引っ越していただいて。重いね。結構もう出禁ということで。出禁ということで。申し訳ない。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもさっき、勝った方にご褒美って言ってたよね。はい。言ってましたね。言ってたよね。ありがとうございます。まあ、私、上司と交渉しました。まあ、こちらの撮影の合間に本社に電話しまして、はい、で、まあ、営業の責任者に話しつけました。え、はい、言葉大きくなっちゃいました。もちろんでございます。マジですか？あいにくですね、こちらの物件、今ご覧いただいたこちらの物件は、はい、まあ、制約済みということなんですけれども、まあ、こちらの多頭現場でございますので、はい、隣にたくさん物件ございます。はいはい、いいとこいっぱいありますよ、隣に。で、後ほどご案内させていただきますが、はい、まあ、そちらの物件をなんと、まあ、500万円オフで、500万円オフ、はい、ご購入いただける権利を差し上げたいと思います。拍手。拍手じゃなくて、待って待って、おめでとう。すごい、500万円オフってことは、その元の値段が、その額がないもんでわからないんですけども、大体いくらぐらい？大体5000万円ぐらい。5000万円ぐらい。それが4000、それがなんと4500万円。4500万、1割引。いえいえ、だったら、なんていうの、1000円のものが500円で買えるってことだよ。例え半額ですね。例え下手だな。せんのものが違うな。そういうことですね。ですので、もしよろしければ、はい、こちらのお申し込み書をご用意してますので、でこちらご記入いただいて。いや、詰められてる、怖いって。ちょっと銀行さんいいですか？ちょっと待って待って待って、買わないですよ。買わないですか？ちょっと吉本で75年働いても4500万稼げない。頑張れよお前。もう稼げないよ、そんなに。稼げるよ、それは。いや、ちょっと、あ、そういうことか。ちょっと待ってください、一回考えさせてください。今10秒ぐらいで、改めて聞いてください。ました、よく考える。うん、確かにな。これで買ったらすごい話題だ。そうかな、確か話題にはなるよ ね。確かに。シーカーさんで聞いてもらっていいでしょうか？ではこちらの、隣の物件ではございますが、まあ、5000万円ほどの物件でございますが、まあ、1割引きの500万円を、もう私も営業の責任者に話し通してしまいました。はい。ですので、ちょっと私の顔を立てると思って、買いますか、買いませんか？買いません。ありがとうございました。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。本日それで終わりです。じゃあ、ということで、本日のルームツアーはこちらで以上になります。はい。もしこちらの動画を見ていただきまして、いいなと思った方々いらっしゃいましたら、ぜひ高評価ボタンお願いします。それとチャンネル登録もお願いします。また、コメント欄ご用意してますので、たくさんコメントいただけると励みになりますので、よろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。コントのコメントはあんまりやらないで。